た。ありがとうございます。今度こそ本当の話で、今ちゃんとレコーディング中です。何年かかって20年かかりました。お前に言われたくない。俺らも何年かかってすいません。で、あともう3分の1ぐらい終わってるんで、今日のライブ終わったらしばらくちょっとあのスタジオの方をアルバムできるまでですか、じゃあ終わるまでかな、レコーディング終わるまでちょっとそっちの方頑張るんで、今日はあの楽しんでてください。今日は15年ぶりぐらいの親友になってこいつも上がってます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10曲。運動線次スペシャル4曲。最高のやつですけど、ありがとうございます。
ですよ。でもこの後ディザスター手前の警察が来てるんで、その左の人がやってるレベルなんでね、そこまでで、あのもうだいぶないらしいですけど、中間で見かけたら皆さん立ててください。そのレコ発の俺らはちょっと参加できなかったから、ちょっとまとめ、ディザスターも一緒だったから俺たちだけで、じゃあ今日はレコ発の感じでもやろうかなって感じで喋って、あと残り 1,2,3、 あ、今日あと、あ、本当はそのアルバムファースト出るまでライブでやんないつもりで、ファーストに1曲入れようと思ってた新曲があったんですけど、それこれでワケやって仙台でも1回だけやっちゃったから東京でもその新曲10年ぶりぐらいかな、いい新曲出します。よかった、それアルバムに入ってくるんで、あ、聞いた人いたらアルバムの方を注意してください。じゃあラスト5曲ぶっ通し、OK です。